はい、こんにちは。今は朝の5時、JR 神領駅にいます。今日は学生たちと西尾市の一色町だっけにある港に行ってきます。お魚村に着きました。すごいね。初めてだわ、こういうの。朝一らしいですよ。すごいね。すごい。奥から回ってってみる？タイとか売ってます。スーパーに比べると安いです。アサリだって。あ、すごい。ミルガイってやつや。ミルガイ。すごい、こんなでかいの。高いけど結構するね。これ何？アナゴ？これ。本当だ、いるなんか。すごいね。いろいろいますよ。すごいいろんなのがありますね。安い。サメがいました。どれですか？美味しいのかな。お土産に買っていく。お土産。市場の様子はこんな感じです。羽が2人がうちの学生さん。なんかあった？マグロの頭がありました。大きいです。あ、牡蠣あった、牡蠣。牡蠣、あ、タコあったじゃん。タコと牡蠣お土産に。なんかお土産に。タコいいね。刺身も美味しい、淡泊。淡泊。だけど脂が乗ってる。へぇー。大きいのがいいです。アダイはほら、アイシャドウがね。はい。アイシャドウが綺麗。あ、なるほど。すごい。あります。こちらのお店にはフグがいました。フグかわいい。奥にここも併設の市場だそうです。ここはうなぎの専門店だそうです。すごい、ご主人が今うなぎをさばいてます。こんな感じなんですね。お店でうなぎが売ってます。研究室のお土産はこのアサリにしました。これ持って帰って明日みんなで味噌汁を作りたいと思います。他にもいろいろあります。市場の前にある港を散策してます。だいぶ明るくなってきました。土浜。寒いね。